阿鼻子市立阿鼻子中学校は千葉県阿鼻子市高野山にある公立中学校。通称は我が孫中。阿鼻子市でも歴史が古い中学校である。天皇台駅及び東阿鼻子駅から歩いて15分のところにある。また、正門前は国道356号線が通っており、阿鼻子自動車教習所が道路を挟んで隣にある。生徒数は約1000名の いわゆるマンモス校。過去には1学年10クラスを超え、県内1の生徒数だったが、ここ数年でクラス数は1学年7、8クラスになるなど少子化の影響を受けて生徒数は減少傾向にあった。しかし、2006年度においては1学年10クラスに回復、社会的に少子化が進行する中、多くの生徒を抱える中学校である。 生徒数が回復した理由としては、学区範囲が広いこと、天皇大駅周辺などを中心に、マンションが増えていることなどが挙げられる。古くから伝えられる三大伝統なるものが存在する。白山中学校にも同じ三大伝統が受け継がれていることから、文工前から受け継がれてきたものと考えられる。冬場に入ると完全下校時間が早くなり、 最も早い時期で16時30分となる。そのため、主に運動部系の部活動は部活動時間の延長を申請する場合が多い。学校側としては、生徒の安全面などでの懸念があるため、大会などが近い場合のみ延長が許可されることが多い。しかし、体力低下などが懸念されるため、学校全体で冬季トレーニングを行うようになった。 事前に生徒に通知され、参加する生徒は申し込み用紙に記入し提出する。例年多くの生徒が参加しており、運動部、文化部、無所属問わず参加することができる。当然ながら、終了後は暗くなるため、女子生徒は保護者による迎えが条件となる。また、男子生徒よりも早く終了する。主なメニューは準備体操を含めたランニングなど。 決められたカリキュラムに沿って行う阿鼻子並木つくしや、栄えことぶき泉天皇台高野山青山青山台南青山柴崎柴崎台東阿鼻子下と、中峠中峠台飛ぶ岡ホット岡ホット神殿湖北湖北台荒木直阿鼻子市内では中学校の学区が基本的には自由化されており 上記以外から通学することも可能である。また、これ以外にも隣接する鳥出市や柏市から通学する生徒がいる場合がある。自転車通学通称、チャリ通自転車の置き場は、校庭と正門の横にある校舎は二棟。正門側が各クラスの教室及び職員室、事務室、印刷室などがある。技術家庭科で使用する教室及び理科室などは、 北側の特別棟と言われる建物にある。情報教育が盛んになる以前からコンピュータの整備状況は良く、生徒に対してのインターネット接続環境も公立の中学校としては比較的早期の1999年から提供されている。校舎内は無線 LAN によってインターネット環境が整備されており、各教室に無線 LAN の発信機がある。 WEP キーが登録された学校のランカードなどをノートパソコンに差し込むことによりインターネットに接続できる。生徒及び教員一人数とに ID とパスワードが用意され、パソコンを使用するには必ずコンピュータ室の一括管理しているコンピュータサーバにログインする必要がある。そのため大人数で無線ランにアクセスするとサーバーが耐えられなくなり、 通信障害を引き起こすことがある。実際に授業中や文化祭などで通信障害を引き起こし改善が図られている。また、体育館などでは電波状態が悪くなりログインができないことがある。そのため、個人のノートパソコンにデータを移して対処するといった方法が取られることがある。備品はノートパソコン、デスクトップパソコン、インクジェットプリンターが それぞれ1クラス分用意され、コンピュータ室には乱接続されたレーザープリンターとインクジェットプリンターが配備されている。無停電電源装置なども配備され、比較的しっかりとした環境を保っている。プレゼンテーション指導なども多く行われ、特に生徒の研究発表や校外学習などの報告には、パワーポイントによるプレゼンテーションが体育館で行われる。 2018年夏頃にはパソコンの入れ替えが行われた。これまでは Windows 7、セレロンを搭載したデスクトップ PC であったが、富士通製第7世代 U シリーズの i3 を搭載したノートパソコンに変わった。運動部文化部各部活動とも盛んに活動が行われており、それぞれが一定のレベルを保っている。また、駅伝部は過去に 東葛飾地方中学校駅伝競争大会後、連覇などの成績があり、毎年東葛飾駅伝大会駅伝部総公会が体育館で行われ、全校生徒で応援している。2017年は4位となった。演劇部は市内のホールなどでの発表や PV エキストラ出演などがあり、今後の活躍が期待されている。2019年12月1日には、 ケヤキホールで消えた8月を公演予定。千葉県所属中学校土俵教育開発オンライン。2018年8月14日閲覧。NEC アビコ事業所の存在が大きい。アビコ中学校吹奏楽部平成18年度活動記録。ありがとうございます。